リナ。しずちゃん、みゆちゃん、ごめん。私は役に立てなかった。傷がうずくわ。このままじゃダメなんだ。このままじゃダメなんだ。やるしかない。わあ！リナの敵は私が取る。またしても雨。雨と共に降臨するエリート戦士七瀬静香シャキーン。はい、ということでですね、ドリームボール始まりました。前回のゆずきりなちゃんが出たんですけど、その時、ボールはゼロでした。そしてゆずきりなちゃんの口からですね、お伝えがあったかと思いますが、ドリームボールが最終回ということなんですが、まだ私最終回ではございません。この次にですね、白鳥みゆちゃんが控えて、白鳥みゆちゃんの結果で一応終わりという形になるんですが、ただいまですね、半年ですね、11回目なんですよ。12回で終わるんですが、11回目の時点でボールの方がなんと3つ。11回やって3つしかボールが貯めれてない状況と、もしかしたらですよ、もしかしたら本当に7個貯まることなく終わる可能性があるということなんですよ。で、七瀬静香、過去含め1回舞ちゃんにね、先輩の工藤舞ちゃんに助けてもらい、出てもらった声もあるんですけど、今回で5回目になるんですよ。5回中0個獲得個数0個ってなってるんで、さすがにね、しかも散々エリート戦士だと言わせていただいているにもかかわらず、本当にこのまま今回の実戦でボールがゲットできなければ、口だけエリートっていう称号がついてしまうんですよ。七瀬静香の歴史に口だけエリート戦士みたいなのがついちゃうんで、それを阻止したいなということで、今回もですね、123南昭和店さん、最後になるんで、いい結果をね、華麗に最後ぐらいは残したいなと思っております。で、今回もですね、13時から18時の間の5時間の実践時間となっております。その間にですね、玉1個をゲットするに1000枚プラス1000枚で玉が1個獲得できるってなっていますね。願い事を私叶えたいんであれば、プラス4000枚、3枚数ですよ、もちろんプラスね、4000枚出さないと私は願い事を叶えることなく、星に帰るっていう風になるので、もう星に帰って、このまま星に帰るとマジで G にあた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 ってされちゃうんで、それをね、怖いんですよ G、 本当にめっちゃ怖いんですよ。多分このまま帰ると、2週間ぐらいは食べ物与えてくれない可能性があるんで、それはきついなっていうことで、今回なんとかですね、もうプラスにするとか、もうそんなのも除いて4000枚出せれるように全力で頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。それじゃあ最終戦いきたいと思います。ゴーゴー。よし、ドキドキする。まずはアキダイチェコからです。これが本当に大事になってくるんで、アキダイチェコからで狙ってる機種があるんですよ。うわ、埋まってるか、やっぱり埋まってますね。今日転生を狙ってたんですよ。で、転生がちょっと台数が減って2台設置になってるんですけど、2台とも万台ですね。一応店内ぐる
っと見て回って絆もね空いてたらこう打ちたいなっていうところなんですよ。一度もこう最初から絆を狙って打てるっていう時がなかったので空いてたらちょっと絆をしたいなっていうところで空き台が万代万代終わんない。ちょっとあの狙ってた2キスがもうちょっとダメで、はい、します。バッケージは9番台の北斗の剣とも、これでちょっととりあえずは最初スタートしたいと思います。さあそれじゃあドリームボール七瀬静香の回、今回で最後ということで全力で願い事を叶えるためプラス4000枚出していきたいと思います。トモを選びました。もちろん最多出場になるわけですよ、ドリームボール。それであって0個私がこういう流れにしてしまったんじゃないかなという責任、そして本当今実戦中に放送を見てくださっている方はご存知、口だけは達者なんですよ、これね。なんでこう見せないとね、結果残してこそ言えるっていうところがあるので、何おI'm sorry.
けど、そしたら今玉が3つあるわけじゃないですか。みんなの力を合わせて屈したと私は思ってるんです。みんなで力を合わせてで7個目のボールをゲットするために頑張ってると思うんですけど、もし今回私が獲得できなかった場合、もう白鳥美宇ちゃんに全てを託さないといけないわけですよ。やっぱ結構な重荷になると思うんですよね。前回きっちり2個獲得してくれて、そこから1個も増えてないってどういうこっちゃみたいな感じになると思うんで、もし私が最悪プラス4000枚出せなかったとしても、1個2個と獲得して美宇にはつなげたいなと思います。やっぱりそういう風に今まではエリート戦士って言ってこう奈良瀬静香率いるラバーズ戦士っていう感じだったじゃないですか。でもこの11回、まあ、今回で11回目なんですけど、こうやってて前回の優月奈ちゃんが自分の命に変えてでも守ってくれた3つのボールじゃないですか。やっぱそれで気づきました。みんなで作り上げてきた番組で、みんなで作り、みんなで獲得して頑張ったドリームボールなんだなっていう。もちろん自分の願い叶えたいんですけど、大声で叶えたいんですけど、やっぱ7個目のボールをゲットするとこが見たい。そこで白鳥美宇ちゃんにつなぐ形になったとしても後悔はないかなって。自分で言っててなんかこの番組のこうなんだろう、最初は設定がよく分からなくて不安定だったのが、自分からいろいろ言っちゃう、この仙人から何ももらわなくても出てくる言葉に驚きですね。成長したはある意味。Round it up.
クトーラウンドが多い。感じです。
る。よしよしよし。プラス400。うえ。さあ来ました、マコトランブ。とりあえずさっき400乗っけたんで200は欲しい。200、もう一回200。じゃあ行きます。大事大事ね。一回でもたくさん出てきてくれたら最高。なお50。ペンシロパンチ20。これなレアラックいけたら最高なんですけど、おラオ50。いいよ、いい感じです。時もできた、時もできた。はい、100。いや、とりあえずこの後続くかもすごい大事なんで。うわー、終わっちゃった。終わったんですが、木曜200って言ってたのが300で、今回で700枚獲得することができました。よし、うん、傷にしみるわ。何撮ってんのよ。いやー、奈々さん今日は調子いいと思ってね。いやー、もう今回が最後なんでね、この風に当たるのも今日が最後か。感慨深いわ。リナとホタルの意思を受け継いで後半戦頑張るわよ。なかなか見ることないですよね。レイさんとトクさんとケンシロウ、そしてその野望も、え、びっくり、250はびっくりした。時もあーデートの時も喧嘩の時もごめん、仲直りした時もいつでもどこでもジャンバリ新着アプリ